パラエスラ岐阜代表の清水草原です。今日は私の得技の一つであるループジョークのディテールについて説明します。よろしくお願いします。ループジョークは、相手が亀になった状態、例えばあのタックルをがぶった状態からかけることなどが多いです。タックルをがぶります。がぶった際、ギロチンチョークのように、片腕を相手の首に巻きつけ、体格の蹴りを用意し、体格の蹴りを使う。逆サイドの手をネルソンのトライ、自分の頭を相手の脇下にねじ込む、回転し、一度相手に対して90度の位置まで移動し、起き上がる。サイドの状態で締めます。ポイントについて説明します。まず一つ目ですが、襟を深く持ちすぎると今回悪くなる、むしろ相手に押さえられてしまったりします。そして一つ目のポイントは、襟を浅めに掴むことです。二つ目ですが、相手の腕をネルソンに捉える。現実的には、相手もディフェンスするので簡単に腕が枠に入っていきません。ので入れるだけ入ったら脇の中に頭をベッド回転しつつ深く入れます。これが二つ目のポイントです。三つ目のポイントですが、この体勢、この角度のまま起き上がろうとすると相手も一緒に起き上がり振り出しに戻ります。ので元の位置に戻るのを防ぐためには、回転した後エビの動きで90度の位置まで下がり、ここで起き上がると、相手に起き上がられるのを防ぐことができます。ループチョークの、ポイントはこの3つ。襟を浅めに握ること、逆にあのネルソンに捉えるときにはあの頭をねじ込んでから深く入れること、そして最後は返した後に、襟を使って90度の位置まで移動し、そこから浮き上がることの、この3つがポイントです。